チャオあっちゃんです。今日10月の18日、はい、火曜日です。はい、火曜日のあっちゃん家の、晩ご飯の後のデザート、今日ね、病院行った帰りにローソン寄って買ってきてんけど、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれレシートには徳島和三盆の黒ごま餅って書いてあるんだけど、金沢兼六園って書いてあるね意味わからんわ、和三盆の黒ごま餅ってどうでもいいんだけどね、すりごま付きわらび餅、これ買ってきました。これ178円、1個しか売ってなかったんで、他のもなんかって感じだったから、これ食べたかったから買ってんけど、だから今日のデザートは3人でこれ1個、ね、分け分けします、はい、あ、徳島製造者が徳島産業株式会社っていう名前で、金沢、石川県金沢市って書いてある。ああ、そういうことか、徳島県ちゃうんかよく分からへん。なんか和三盆、和三盆ってなんかケ三盆みたいな、キューちゃんみたいな、まあ、関係ない、どうでもいいわ。はい、ごめんなさいね、いらんこと言って、和三盆って言ったらなんかケ三盆みたいな気がして、社内の昔から、はい、なんかこんな感じ、なんか黒、なんかなんていうの、うわ、残りにねねちょーんってひっついてきた。なんだこれ、黒ごまわらび餅ね、どっかへ捨てた帯、帯風、黒ごま餅、すりごま付きわらび餅って書いてある。すりごまかけたいと思う。かけられんのかな、こんなのたっぷりだから。器に入れた方がええんかな。おお、すごい黒いすり。黒ごまがすごいよ。あ、見えへん。はい、では食べたいと思います。すごいブリンブリン、ほらすっごいね、あ、優しい甘さ、かけんとあかんのかな、あ、美味しい、めっちゃ美味しい、これかけなあかんわ、食べるかけたらめっちゃ美味しいよ、ちょっと待って、黒ごまわらび餅、はい、どう、美味しいやろ、はい、ごま効いてすっごい美味しい、はい、どう、どう、美味しいやろ、うちの子結構ね和スイーツ好きやね、あっちゃん、みきちゃんも和スイーツ好きやったけど、まあ、もちろん洋スイーツも好きやけどね。では、うん、ごまかかったとこすごい美味しい、うん、かかってへんとこはやっぱりね微妙、あら食べへんの、光る、まあ、まあ食べる、うん、はい、っていう感じで、3人でね分けて食べたいと思います。和三盆の黒ごま餅、すりごま付きわらび餅、ローソンで買ってきました。はい、ローソンで178円、はい、すごいね、なんていうのかな、あの優しい甘さで美味しい、うん、もういいの、半分食べといて、もうあと亮と光で食べてしまったいから、うん、
なんか優しい甘さですごく美味しかったです。はい、ではまたね。バイバイ。